意識塗りつぶすためにとにかく意識が意識に育っても、ハロー神戸、私の大好きなフルーツはオレンジ、聞いてください。
改めまして、ヒューマンキューブです。やっとですね、神戸やってくることができました。本当に嬉しいです。ドンドンドボデン。ヒューマンキューブですね、初めて、神戸関西ツアーにですね、まずそれ自体が初めてなんですけれども、本当にね、ずっと昔からね、ヒューマンキューブを応援してくれてる皆さんにね、お会いすることができてすっごい嬉しいんですけれども、それもね、CD ができたおかげで、それをきっかけに、私たちの重い腰も上がってやってくることができましたよね。はい、はい、ご拍手のところですか。はい、CD ね、1年越しぐらいでやっと初のフルアルバムが完成いたしました。お名前はオーバーザダークサイドです。これはね、本当に、もう心を込めて作った、珠玉の一品でございますので、ぜひね、手に取るだけでも、いや、お家に帰って手に取っていただきたいなと思いますので、後でね、見ていてください。よろしくお願いします。そんな私たちの、思い出の、ね、大切な曲、はい、次お送りしたいと思います。はい、それでは来てください。明日への一歩。前から京都大阪ってやってきて、今日ここで、神戸で最後になります。最後までね、あとちょっとなんですけれども、ここで盛り上がらないとどうするのどうするのよ。ね、ぜひぜひ次ね、もう来るのはね、いつになるかわからないっていうのは嘘で、次10月にまた来ますのでね、10月の15日また大阪のライブハウス D の方で、演奏します。はい、なのでね、今のうちに CD で予習復習反数していただいて、一緒にね、次また10月やってくるときは一緒に歌いましょう。今日はね、本当にどうもありがとうございました。遠いところからいらっしゃったんでしょね、電車に乗って歩いて汗拭きながらね、次はもうちょっと紅葉の綺麗なね、穏やかな季節ですので、のんびりとしたね、気分でね、はい、また聞きに来てくだされば嬉しいなと思います。ヒューマンキューブね、ぜひこれからも頑張れますので、またお友達を10人20人と連れて遊びに来てください。よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。それでは最後、お気に入りの曲、サニーサイドアップストーリーでお別れです。来てください。よろしくね。
ありがとうございました。ノックなしでたないな出場所ノックされても寝てる場所ニュートラルにしても